セーレーンの残念は、中山七里による日本の小説。キララ2014年2月号から2015年9月号まで連載され、2016年11月15日に、小学館より単行本として刊行された。不祥事が続く、あるテレビ局の報道番組の制作に携わる入社2年目の女性報道記者が、女子高生誘拐殺人事件を通し、 真実を追い求めながらも自分の過去と向き合っていく過程を描く。2020年10月からは奪う連続ドラマ W で荒木優子主演によりテレビドラマ化。テイトテレビの報道番組アフタヌーンジャパンではここ最近不祥事が続き、BBO から度重なる勧告を受けている影響で番組存続の危機が噂されるなど危機的状況に陥っていた。そんな中でも、 アフタヌーンジャパンを担当する入社2年目の新人記者、朝倉高美は、自らの仕事に誇りを抱いていた。実は高美はある、辛い過去を抱えながら、報道記者の道を選択した経歴があった。そんな状況の中、東京都葛飾区女子高生誘拐事件が発生する。記事改正のスクープを狙うべく、高美は、先輩記者である佐藤谷大地と共に事件を追うことになった。 番組の名誉番会に奔走しつつ、やがて高見は自身の過去と向き合っていく。そして警察を尾行していく中で、高見と里谷が目撃したのは、無残にも顔を焼かれて生きたいた女子高生の姿だった。クラスメートの取材からこの女子高生がいじめにあっていたことを突き止めた高見だったが、主犯格と疑われている少女は6年前に発生した。 少女連続レープ事件の被害者であると知り苦悩する。2020年10月18日から、ワウワウプライム連続ドラマ W で毎週日曜22時23時に放送。全4回。主演は、ワウワウ連続ドラマ W に初出演にして、初主演となる、荒木優子。ありがとうございます。